3回目は筋力アップのエクササイズです。夏本番、ちょうどよくダイエット企画も今回が最後のレッスンです。1つ目は綺麗な姿勢の土台作りのポーズ。四つん這いになり、肩の真下に肘をセットしたら足を伸ばします。この時、背中からふくらはぎまでを一直線にすることがポイント。綺麗な姿勢をキープするための体幹を鍛えてくれます。辛い人はお尻を上げても OK です。筋肉を休めるポーズでリラックスしましょう。2つ目はヒップリフトアップのポーズ。仰向けになって両足を立てます。この時、かかとをできるだけお尻に近づけておくのがポイント。そのままお尻をグイッと持ち上げて、お尻と太ももの筋肉を鍛えます。余裕がある人は片足を45度の方向に伸ばすと効果がアップします。3つ目のポーズは足ほっそりスクワット。足を肩幅に開いて、手は前習いの格好をしたら、そのまま椅子に座るようにお尻を下げます。膝はつま先より前に出ないようにします。足の筋力アップだけでなく、ぽっこりお腹の解消もできるエクササイズです。夏本番、ちょうどよくダイエット企画はエクササイズだけでなく、お料理レシピも紹介しています。オムロン式美人のホームページも見てくださいね。